ル出た、ベゼル出た。仕事してる場合ちゃうわ、場合ちゃうわ。仕事してる場合ちゃうわ。今帰ってきた、今7時52分。とりあえずホームページ見てみましょう。ウェゼル、おお、いっぱい出とる。あ、もういっぱい情報出とる。とりあえず公式サイト行ってみましょう。わあ、わあ、ベゼル出ましたね。いや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 、こんな顔か、こんな顔か。あ、すごい洗練されてる。あ、なんかマツダの、マツダのトヨタのみたいな。あ、すごいすごいすごい。へえ、あ、後ろこんなんなんや。やっぱつながってんのがね、やっぱ流行りですよね。これなんかちょっとデカなってね、これデカなってね。あ、EHEV、これね、まあ EHEV もそうなんですけど、これハイブリッドね、電気自動車出ないんですかね、電気自動車。まあね、なんかよりクーペのようなデザインになりましたよね。これあのフロントグリルがね、塗装されてるんですよ。ほら、これちょっと見づらいか、この画像。360度ぐるり回せるわ。これ EHEVZ、おお、回るぜ。すげえすげえ。あ、こんな顔、こんなお顔してるのね、あなた。はあ、やっぱね、あのグリルのところはね、ほら塗装されてますね。これだいぶ特徴的ですよね。あ、ちょっと顔が優しくなった。お目目のこの上のところ、この眉毛眉毛のところは、これね、ターンシグナルランプになってます。今回あの流れるね、ウインカーになってますね。あ、いいんじゃねえの、いいんじゃねえの。なんか男前になったような感じがする、ベゼルさんね、ほら。あ、いいよいいよ、あなたいいよ。あ、これでもそんなボディサイズそんな変わってねえか。天井が全部ガラス張りのやつもあったはず。あ、室内も見れる。あ、こんな感じか。あ、前のベゼルよりちょっとあの革張りシート、革張り感がちょっとなくなったかな。前はね、このほら、ここのシフトレバーのところはなんかほら馬の鞍みたいなね、バイクのタンクみたいなデザインだったんですけど、今回はこの辺は結構普通になりましたね。うん。で、これあのメーターはね、あの左側がなんかあの左からはくるくるなんかいろいろ変わるみたいです。あのインサイトみたいにね、なんか左だけデジタルで変わるみたいです。ああ、で、これ9インチぐらいのナビ。これね、なんかホンダEのあのアイコンにちょっと似てますよね。あ、シートまで見れる。シートの質感はこんな感じ。これ、これ、ちょっと実物見てえな、俺も。ホンダの広報さんよろしくお願いします。もう。まあいいっすよね、あのドラヤスさんとかね。あの、ゴミさんとか川口学さんとかいいですよね、本当に。あ、でもちょっと普通になったか？ね。前のベゼルは結構攻めてましたけども、あ、それでもやっぱ、あ、このね、つまみのダイヤルの、ダイヤル式に戻りましたよね。これちょっと使いづらかったんで、フィットみたいな感じに戻りましたね。あ、これほら、エアコンの操作が、風の、これなんか変われるんですよね、この、グリグリ、右側ついてるこれ。これ後ろの扉が結構大きくなってない？この窓の開口のところ。ほら、この上の部分。この鋭角さが結構スクエアな感じになったかな。前のベゼルはもっとね、こう、斜めに三角形になってましたもんね。ということは乗ってみると結構これね、視界性がいいんじゃないかなと予想されます。お目目もなんかちょっとブラックアウトされて、なんかキリッとしてますよね。あ、だいぶ印象変わりましたね。ベゼルさん。へえ、こんな感じなんや。ちょっとスペックいろいろ見ていこう。まあね、今回からこの EHEV ということで、あの2モーター式になりました。やっと。やっとね、なりましたね。まあ燃費性能も、グッと上がって、それよりもね、やっぱ乗り心地が、より上質になりますよね、この EHEV となると。EV 走行が、結構ね、50キロ、60キロぐらいまでね、踏ん張ってくれます。ほぼ、
ほぼね EV 走行がねできるような感じですね。でたまにねエンジンがかかるんですけど、それはねあの充電の方に使ってるみたいですよね。で高速道路とかあの結構あのエンジン使うときはもうそのエンジンにね切り替えてバッテリーは使わないというようなモードになるみたいですね。これ3つのモード、この EV モードっていうのが、EHEV はあのこれ結構強いです。今回まあこの、まあ、モードは3つですよね。ノーマルスポーツ、イーコンモードで、この減速を操るということでこの減速セレクターがついてるんですよね今回のね。あ、ホンダ E と一緒だわ。あれシングルペダルみたいなのついてんのかな。 D レンジっていうのがまあいつものねあのドライブの D ですよね。で B がブレーキの B かな。シングルペダル操作で安心なしっかりした減速ということか。あ、シングルペダル使えるの、めっちゃよくねこれ。え、あれかな、パドルシフトで減速っていう意味かな。いやこの室内もね良さそうですよねと言いながら、結構前のベゼルも良かったなと思いながら、ちょっとスポーティーなイメージになりましたね。お、インテリア、ヒューマンマシンインターフェースっていうの、え、なんか横文字使いたがるよな。運転時の視界周辺の見やすい位置に、メーターやオーディオパネルをレイアウトと。まあまあこれいつも通りですよねまあちょっと保守な感じはするかな。あ、これこれ、運転席にも後席にも、爽やかな爽快感をもたらすパノラマルーフ、これいいね今回これ買いだと思いますよ。ルーフ幅ギリギリの大開口ながら日差しの熱をのほとんどをカットする、ローイーガラス、なんかいいのついてるみたいですねこんだけ開いてたら夏は暑いわな。これざっと閉められへんの、ひょっとして。テスラもねあれ閉めれなかったです。大きいガラスなんですけど、あれ良し悪しですよね。冬はいいんですけど夏はこれ灼熱じゃないですかね。それでも日差しの熱をほとんどカットするって書いてますね。でこれ、これつまみ何これって感じ。こんなん初めてですよね。この左右に配置されたそよ風アウトレットっていうの、これそよ風アウトレット、まあ結構ね女性の方ってねもう直風嫌がる人いますよねあの顔が乾燥するみたいな、そういう方にはこれ良さそうですよね、そよ風でこれかホンダコネクテッド。あー、だいぶちょっと UI 変わってきたな。まああのよりねスマホに近づいたかなというね形ですよね。これねホンダコネクテッド、もうね高級車にもついてた機能がこのコネクテッドで共通になってきましたね。あのほら見てこれ、車内 Wi-Fi ついたマジか、ホンダ E の特権を持てた。これ車内 Wi-Fi つきました。あの実際ね、でもこれ車内 Wi-Fi はあれなんですよ、あの定額料金を支払わないとダメです。ね私のホンダ E の車内 Wi-Fi で500円で3ギガとかそんなんやったらと思います。なんかね結局はお金支払わないとダメなんで、無料で使えるというわけではございません。でホンダセンシングね、なんか新しく追加されたのかな。まあ後方誤発進とか、まあ近距離衝突ブレーキね、軽減ブレーキ、あとは ACC はまあ渋滞追従ね、やっとついたかという感じですよまあこれがね、まあ結構自動運転に近いね、あの機能になりますので、この ACC の機能アップはかなりいいと思いますね。まああとあれですよね、こうレーンアシスト的な、あこれか、車線維持支援システムね、これもねあのハンドルね結構グググってね曲がるんです。あのちょっとしたぐらいのカーブだと、まあ、手放し、まあ本当は手放ししたらダメなんですけど、手を離してもハンドルグーッとね曲がってくれます。この2つでもうね自動運転にかなり近づいたかなというシステムになりますね。まあでも基本的には運転を支援するシステムということなんで、基本は自分で運転しましょうということですね。カラーこれね、これサンドカーキーパールっていうのはね今回新しいですよね。あ、白がなんか2種類ありますね。サンライトホワイトパールっていうのとプラチナホワイトパールか。これちょっと実物をね見比べてみたいですよね。あ、メテオロイドグレーメタリック、結構このネーミングメテオ、これもちょっとかっ
濃いですね。こうなるとホイール、真っ黒のホイールとかつけたくなりますよね。あ、でこの EHEV の Z にはこの LED のシーケンシャルターンシグナルランプがついてると。カーバリステアとか、まあ、いろいろグレードによって違うみたいですね。ハイブリッドプレイ Y、 プレイ Y、 プレイ出ました。あ、なるほど、プレイはこれツートンカラーになるんですね。あ、かっこよくねこれ。プレイかっこよくねこれ。ほら、やっぱ屋根のとこ黒い方がいいですよね。あのガラス張り、あ、そうかそうか。あ、やっぱこれパノラマルーフはこれプレイになるんですね。こっちのハイブリッド Z は天井パノラマルーフじゃないんか。なるほど。あ、今回これプレイ買いじゃないですか。プレイ。プレイがいいと思います。え、あとなんかちゃうの？天井ガラス張りがちゃうっていうのと、専用エクステリアか。あ、なんかこう赤いラインとかついとるな。なんかこれトリコロールカラーがね、室内とか、外装にも使われてるということらしいですね。このフロントグリルのここ。ちょこっとね、なんか赤色と青色がついてますよね。はい、いかがでしょうかね。あのホンダベゼル、新しくなって、まあデザインが一新しましたよね。前のデザイン結構引きずるところもあったんですけど、まあ B セグなんで、まあボディサイズはねそんなに変わらないと思います。結構このピラーの部分、この B ピラーのところとかがあのピアノブラックになって、結構より一層こう高級感というかグレード感が上がったかなという感じがしますね。あのより大人っぽいねデザインだなという印象です。いろいろね他社にも似たようなまあどうしてもねトレンドっていうのありますよね。あのみんなが欲しがるデザインっていうのもこの辺結構凝縮されてますよね。まあ、もうちょっと遊んでもよかったんじゃないかと思うところもあるんですが、まあ、私個人としてはこれにね、ぜひとも EV をね、積んでほしいところですよね。そういうね、EV 設定がなかったのがちょっと残念なところではあります。はい。というわけで、パンダベゼル、EHEV、いや、新しいのが出ましたよね。いやー、市場の方ね、ぜひとも、これから、今度これ4月 ?4 月に一応出る予定です。出た時点で試乗の方しますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録してお待ちくださいませ。そしてベルマークもねつけてもらったら通知が来ますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、ベゼルが出ましたよという動画でした。あー、仕事してる場合じゃなかった。じゃあね、ボーイ。